いあの油塗った時のやつを使ってます。おはようございます。おはようございます。で、これが金プラスですよ。もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。もう12年ですか。あ、12年ですか。卒業生無償で食べさせて、いっぱい来ました。はい、いい思い出になりますもんね。そうですよね。中学生、高校生、だ高校生とか結構、はい、ね、友達できて、まだあんまり知られてないですよね。多分ね、今回のお弁当ですよね。そうですよね。2回目なんですけどね。あ、2回目なんですか。去年もしたんですよ。これどっから来た？これ北海道からで、千葉から直接いいのがあったら、はい、メッセンジャーが来て、うん、前に極馬本舗さんっていうだけあって極上のだけ扱ってあるんです。50度ぐらい。茶蒸しですか。うちはですね、これ入れるんです。はい。
はい、医療支援弁当やってて、はい、開けたくても開けれない状態なので何回やろうって言って、あの福岡の仲間から声かけがあって、はいはい、便乗タンクついてはガス臭くないんですよ。便乗タンクで便乗タンク、かっこいいアナゴ食べてほしいですね。一番いいアナゴ、油塗った時のやつを使ってますね。あ、はい、漬けマグロも食べてもらいます。あ、東京と違うその九州。食べてもらう10分前に漬け込むんですよ。仮に見えるまでちょっと保温を。はい。
前振ってるんで、そのまま。はい。存続に関わるので、ビータルものなんですけど、期待できて